こちらが骨董ゆっくりさんです。というわけでですね、その親伊豆ゆっくりさんが A ラインがほぼ無意味だという話をされてましてね。でまあ、そっちの話の方がよっぽど無意味なんですけど、って内容の動画を作ったわけですよ。そうしたらですね、その動画のコメントでちらほら気になるものが来たので、今回はそのことについて解説してみようと思います。ちなみに九段の動画のリンクについては右上に貼っておきます。で、A ライン B ラインについてなんですが、これについては新宝大先生が説明している通りなので、特に言うことはありません。一応、詳しく解説した動画のリンクを右上に貼っておきます。で、今回何が気になったかというとですね、どうもですね、武術は A ライン B ラインの両方が使えて、状況によってそれらを切り替えて戦うことができると思っている人がいるらしいということです。どうもですね、格闘ゲームではゲーム中にキャラの格闘スタイルをチェンジできるみたいなんですけど、そういうことが現実の世界でもできると思っている人がいるらしいと。そういえば新宝さんも、A ラインと B ラインの違いを、両手のスタンスを横に取るか縦に取るかの違いに過ぎないと誤解していたので、彼も、戦っている最中に A ラインと B ラインを切り替えることができる、というようなことを考えているのではないかと思います。さて、それではですね、実際に戦っている最中に A ラインと B ラインを切り替えることができるのかというと、ズバリ、無理です。無理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 教育士系？なぜかというとですね、人間の脳はそこまで都合よくは作られていないからです。まずですね、最初の時点で A ラインを前提にするか、B ラインを前提にするかを決めたところでですね、体の使い方が全く変わってきます。そのことを突き、もしくはパンチで比較してみましょう。A ライン型の突きの場合、突きは体の中心から外側に向かって打ち出す軌道になります。B ライン型のパンチの場合、パンチは体の外から内側へと振り回すような軌道になります。まあ、うつ主にやらせると、ほぼまっすぐな軌道になってしまうのですが、つまりですね、この二つは体の使い方がまらく、正反対なわけです。A ライン、B ラインを切り替えるということは、体の使い方までも切り替えるということです。常識的に考えて、相手が容赦なく攻めてきている最中に、体の使い方を切り替える余裕はありません。組手をやったことがあればわかる技ですが、相手がああしてきたらこうする、もしくはこうしてきたらああする、などということができるわけがありません。最初に言ったように、人間の脳はそこまで都合よくは作られていないので、相手の攻撃を見て判断してから対処するような行為は、脳の処理量を大幅に超えてしまうのです。それに対して相手は細かいことを考えずにガンガン攻めてくるわけですから、いちいちこの時は A ライン、とかあの時は B ライン、などと考えながら戦う人に、勝ち目があるわけがありません。似たような話で格闘家が古武術を取り入れても勝てない理由について説明した動画もあるので、右上にリンクを貼っておくのでよろしかったらご覧ください。それと、これは推測になるのですが、戦っている最中に A ラインと B ラインを切り替えることができると思っている人は、A ラインの動きがきちんと身についていないと思われます。A ラインの動きを突き詰めていくと、あ、これは B ラインとはまるで違うな、という体感を自覚することができるのですが、きちんと身についておらず手打ちのような状態だと、そういった体感を自覚するのは難しいと思います。ぶっちゃけ、B ラインの動きは本能に根ざしているため、ある程度なら容易に身につくのですが、A ラインの動きはそうはいきません。A ラインの動きは、人間の本能的な動きを捨て去った、極めて人工的とも言える動きなので、A ラインは B ラインの100倍難しいと考えておいてください。とはいえ、そこそこの A ラインの動きを即席で身につける方法もあったりしますが。まあとにかく、A ラインと B ラインを戦っている最中に切り替えることはできませんし、やるメリットもありません。ですので、最初の時点で A か B か決めたら、あとはずーっとその道を追求していけば良いのです。自分が A ラインの動きをやっているのに B ラインの動きを取り入れる。もしくはその逆をやろうとすると確実に失敗するので気をつけましょう。それでは今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。